て下町にゃにょにゃにょこんばんは、お疲れ様です。2日目戦場公園、そうこれは立っていい、うん、ふなたの生歌やばすぎた、とりあえずだった。こんばんは、戦場公演2日目ということで、出航したということでね、私もうさぎ年なのでメイドさんです。今しかね、立たんけ、スクショする、光がこうしたら最高、あ、最高最高、明日早いんで寝ますまだ寝ないで、もうちょっと見てよ、後ろは映ってる、ちょっと結んでるけど、そう出航したということでメイドさんだよ。そうな、なんかね、お家にね、あのちょっと荷物が届いたというか、画質が残念、そういうこと、みんな残念、みんな残念だった、ちょっと考える。画質良きですか？あ、じゃあみんなそれぞれ違うんですね。じゃあ個人個人で頑張ってる画質。個人のスキルを上げてください。うん。環境をちゃんと整えて。そう。だからね、あの江田島からなんと。そう。うん。いちごが届いたので、そうなの、ちょっとお家に行ったらね、そうなんかメイドさんになりました。Wi-Fi があるじゃない、フィフィ、うさぎのメイドさんです。今日はこれで行くよお、なんかスペシャルゲストが新しくなったんですか？ STU の出航を記念したギフトですか？これはすごい、あー、こんばんは。これさ、髪上げてた方がいいか。出航記念ギフト最高、うさぎのメイドなのであれがついて、旗あるんですね、うわー、こんばんは。耳はどこまで高いの？ここまで高いよ、やばーぶっ飛びー、やっほー。目元キラキラ、そうですよ、キラキラです。そう、こんなにある、すごいでしょ、耳、うん、そうそう、見ますか、ここでお願いします。はい、そこ復習する、あ、いい、縦にする、縦、いや、縦ダメ、うさぎ、でしょ、ご主人様、ご主人様ちょっと始まったじゃん、なんか、ねえ、かわいいポーズ、
ちょっと引きでお願いします。あ、じゃあ、あの結構映すようにするね。JJ のカメラ、JJ にも着させて。あ、これ JJ に借りたんだよ。こうですか。うん、いい感じ。フィットタイム。あ、いいいい。はい。待って待って待って。JJ のです。あ、いいいい。JJ のです。引き。引き？より？よりはね、よりまだ、あ、いちごいちご、足足足足足 足もメイド忘れてた。足じ、あ、映ってるよ。スクショする？冷蔵よ、冷蔵。そう、冷えております。持ってきました。そこどこ行く？あ、いい、めっちゃいいよ、ここ、ここまで映ってる。はい、いい？いい感じ？今日からファンになりました。公園でですか？じゃなくてフォローしてください。はい、もうちょっと下、これ映していい？下いいよ。じゃあ足やばくない？まだ大丈夫。あ、そこいいよ、閉じたけ。いいよ、下、もうちょっと下行って。こう、うん、こんな感じです。服はね、そう、このレースなんかついてる、なんか、ほら。ちょっと、そうそうそう、そうなんです。こんな感じかな。ジンジンね、もういい、うん、手が痛い。あ、オッケー、固定しますね、今から。そう、どこに固定する？下スクショしましたかね。はい、じゃあ固定するね。そう、うさ耳よ、これ。そう、アイロン台がもう丸見えよ。レースです。やめて。これはどう固定する？暗いんよね、ここしたら。あ、待って、じゃあ ここの角度最高よ。最高。そう、今日はね、して昨日戦場公演2日目でした。イエーイ。そうでね、江田島から沖見町の方からですね、いちごをいただきました。これ見て、さっき見せたんですけど、ちょっと大きい大粒、ほら見てください、江田島のいちごでございます。すごいでしょ、美味しそうですよね。これね、まだ食べてないので、一口もちょっとショールームのために食べます。今から、これ全部一人で食べるの、全部一人で食べたいね。練乳かける、練乳ないよね、だって。ちょっとまあでも、このね、このいちごそのものでちょっと食べたいと思います。お母さんにもあげてや、お母さんにもあげますよ。
と食べてみたいと思います。いちごです。これも要冷蔵だよね。これ冷蔵、これちょっと暗いねって言ったら懐中電灯照らし始めた。それ意味ないよ。でもこう角度はいい感じ、いい赤です。いただきます。うん、甘い甘い甘い。薄い、何このもう最初から最後まで甘い甘い甘い。じゃあみんなにあげるよ。こんないっぱいありますからね、あげますよ。この先端先っぽからね、なんかもう色がもう真っ赤なの。一部分だけ薄いとかなくて真っ赤。すごく、うんうんうん、ストロベリー、そうストロベリーです。ベタ島のいちごすごっ。中も赤い、中もできるだけ赤いね。しかもね、おっきいんですよ。わかりますかね、これ。ほら、おっきいよ、普通のやつ。おいしいんだもん、本当に。そう、大粒。懐中電灯気にせんで。ねえ、練乳かけて食べてみたいんだけど。なんか BGM とか言えるけど、 BGM 流しちゃいけんけど。練乳ない、練乳。江田島の沖見町のいちごですね。あの、一緒にこんなんとか置いちゃってね。そう、今日は公演2日目でした。あのね、STU48 号、なんか今日は昨日よりも なんだろう緊張感はこうメンバーみんな少しはほぐれて楽しんでたかなっていう感じですね。でもお見送りがない分すごいレスポンスとか手を振るところのところにたくさん皆さんを探したので、うん、ちゃんと来てくれた人をちゃんと見ました。そう、今日配信もなかったですね。この生配信はなかったですね。お見送りねのコメント、そうそう、お見送りねなかった。1億年ぶりにショールーム開いた。水さんですけど結構中暗い、うん、船の中はね。でもね、あのあれです、揺れますよ、すごく。練乳、練乳ない？
構揺れてたわね。だから本当にあの酔いに敏感な練乳がいい。フルーチェ持ってきたよ。練乳がいい。メールと聞いてきた。あ、ないわ、練乳。でした。あのでもね、あの何結構揺れて、今日はね夢力らの辺の時にすごい揺れを感じました。あ、練乳来たよ。で皆さんも見てる方も結構客席も揺れるんだよね多分。うん、練乳。お仕事終わった、お疲れ様、ご主人様。ねえ、途中すごく揺れました。でもそれもなんかライブ感っぽい、ライブ感があって私は好きですけどね。うん、すごいよ。何食べよう。最後にさ、もう一回やって。でもあの SF っていうとこ、あの大きい大きいしね、綺麗です。中もね、まあ、衣装も注目ですけど。お、STU48 の畑ですか。出航記念したギフトありがとうございます。10個、ありがとう。そうで、最初ね、客席に布かぶりますね。波を再現している。ゆずぽんさんありがとうございます。旗タワーですか。わお、嬉しい。STU がね出航に合わせてギフトが、ありがとうございます。ちょっとスペシャルギフト読まなきゃね。でね、ウーパールーパーさん、キヨ兄さん、平次さん、お天気アライグマさん、マサヒロさん、カイリくん、テイカーさん、タレゾーさん、タッキュンさん、モンタさん、ユズポン、福田パンさん、ターさん、いいね、北のアライグママさん、ペンちゃん、福田パン、佐々木よさん、山猫さん、ペンちゃん、ゆずぽん、ケイシロさん、ゆずぽんさん、ありがとう。にっくん、小屋大くん、お金持ちさん、ありがとう。 STU48 ね、傷つくことを恐れはしない、何があってもひるまずに自分の夢を探しに行く、最初のウサギ
こんばんは。そう、お手洗い綺麗ですよね、シティ40とか。そうですね、ペンちゃんハートありがとうございます。シティ40とかをもう直接見たって人いますか、この中に。売られてるご飯はあのホットドッグとか麺とかはどこででも食べれますよ。あの屋上とかにも行けるからね。明日見に行こう。うどんはそう850円ですね。水が500円。今来た、こんばんは、ありがとうございました。そう、福ちゃんのツイッターにうどん載ってます。全部食べてください。あの辛いそばのやつがすごいおすすめです。そうそう、水でもシティ40とかで買った水ってね、いい。うさ耳つけるよ。新しい、そう、壁写真もあの船にあります。でも場所はまだ更新されてないから多分まだなんですけど、船に来たら見れるよ。ふるさと捨てて僕は絶対。フットドッグもらったよ、食べました。あのね、オリーブのフットドッグが私はおすすめ。あとタコとかも美味しそうですね。壁車ね、まだ更新されるので見てください。まだかな。ばかりで極力かな、どうせならばもホットドッグ全種類食べたい。そう、食べてください。徳島のやつは甘いやつだからね。そう、耳大きいんですよ、この耳。アーシャ見たいですか？私のやつだけならあるけど見ますか？ホットドッグも結構種類あります。あのね、タコ、チリメン、ナルト、キントキ、ナルト、キントキと、そう、額縁に入ったやつが見れます。オリーブですね。ちょっとちっちゃくして。おっと、ナナさんがメールでほのたのこと褒めて、へえ、そうなんだ。あのでも公演に出るにあたって練習の時から奈々さんとそうお話ししました。いちごです、江田島の。すごい、もうね、香りが、何の歌？おやふやふ。赤い。大粒。うん。出口聞こえるん？
何の歌？お母さんがかけてる。耳がこっちに。簡単にだって何にのない希望のという名の海を眺めてた。波の高さに心も高鳴る。立派な耳です。これ多分枯れる。絶対に見つけ出したいんだ。晴れた空が続くわけじゃない。つが見えない嵐の日。僕らは海からです。明日は抽選で当たった方による内覧会あります。公演は土曜日からまた始まるので、うん、来てください。執行のタッチポーズ、執行のタッチポーズ。そう、明日はね、昨日出航を迎えて収益式をしました。緊張しましたよ、たくさんの大人の方がいたし。でも全員でね、参加できたのよかったです。そう、漢字教えてもらった。こんばんは。旗重かったです。あと風がすごいね吹いてたので、本当に偉い方の顔に旗がバサバサいかないように頑張りました。曲がったと実際すごい当たったんですけどね。ゆずぽんさん、ありがとうございます。スペシャルギフト。耳もね、耳あるよ。復習しましたか？ふな、ふなさん、くん、ふなちゃんか。かわいい、ありがとうございます。グッドエブリニング。ご帰宅したい。お帰りなさいまし。見れるようにします。まし、
後で全身見せます、終わるときに。なので終わるとき見てください。ほこりが帰り最こう覚えとん、みんなサイモンくんだよ。サイモンくんです。ほらよね、ゆずぽん、くもありがとう。ありがとう、ゆずぽん様。ありがとう。サイモン様。今日。コーラ、あ、自販機にいる人と違うよ、これ、多分。自販機のクマはあれ。地球温暖化のクマのやつでしょ、あれとは違うよ。これは福屋のクマかな、これは福屋さんのクマです。一回あの天気で福屋さんから天気を伝えたことありますけど、そこのキャラクターかな、福屋。自販機の地球温暖化のやつではないです。クールクマみたいなやつでしょ。バカちゃん、若ちゃん、今日の若ちゃんはこれ。若ちゃんの口が可愛いですね。若ちゃん人気。最貧？本名？あ、最貧だったんか。そう。和歌山だっけ？和歌山のパンダは最貧です。これはサイモン。どんな顔？そう、このクマのね、福屋さんのキャラクターなんですけど、お土産もらいました。そういえばこれ持っとるよ、これお土産、お土産。タオルです。違う、何何それ、あったの忘れ物。あ、忘れ物か。これ持っとると思った。これは違った、ちょっとこれはね違った。あ、こちらでした。あ、タオルです。サイモンのタオル、ベースボールタオルです。カープなんだね、メイドインジャパン。お土産いただきました。視聴者プレゼント、当たります。1万円の食事券。トゥートゥー、山口のフグです。自慢の料理は？江田島の牡蠣です。ご覧の宝、TSS アジナプレゼント。これ知ってる人はもうね、広島県民。
アジナプレゼント。ローカルすぎて分かりました。今旅行券になってるんだ。そうなの。へえ。山口のフグですしか見たことないんだけど武蔵てんてんてんです。温かいレモンティーさん、花束ありがとうございます。知ってますか。そう、見てみて。広島では知ってます。徳川、お好み焼きならのやつ。徳川でなるふだんさん作りましょう。見てこのね、タオル。待ってよ、タオル。サイモンの、お、タオルの匂いしますね。お母さんこれ作ったよ。すごくない。何それ。ミニ四駆。ん、ミニ四駒作った。ミニ四駒ってこれかぶっといて大丈夫。中にお母さん作ったそうです。ほんまに作ったんかな。今日顔が合わせない。そうかな。公園であんまりそう濃いメイクできないからね。走るん、これ走らせ。見てこれ作ったってことは壊れるよね。ブンブンブーン違う。温かいレモンティーさん、アイスありがとうございます。すごいですよこれ。あ、ミニオン。ミニオンってそっちのミニ。ミニオン、うん、ミニオンの方でしょ。オンじゃなくてミニオン。作ったらしい。マジで作ったん、お母さんが。作ったらしい。四駆ってわかる？わからん。あ、ミニ四駆、広島東洋カープコラボレーションモデル2019。これだね、この組み立てキットっていうのがありますよ。ダブルシャフトモーターとかそういう、ほらほら、こういう感じで作ったんだって。ガンダムってことな。へえ。JJ にコメント読まれたって喜んでるよ。よかったね。なんかいっぱいいっぱいいっぱいいちごがあるって言ってね、今日来たんですけど、いっぱい出してくれたよ。ミニ四駆は奥が深い。そうなんだ。2012年の、見てください、これ。うーたハートありがとう。ぼやっきー TD さんありがとうございます。キャップです。昔のキャップ。コスケ、ん、何ですか。何そしてこれは、じゃあなんかデサント、デサント、デサント、なんか書いてあるよ。あー、名前が読んじゃダメよ。うん、デサント、デサント、デサント、ショウスキやでだってじゃん。
ポータンをコスケって読んだよ一回。読んだことあるよ、間違えた。デサントだって。そう、カープキャップが出てきます。ほら。それはコーディネートを邪魔しないカラーです。コーディネートを邪魔しないカラーなので、普段でおしゃれで着れるよってね。ですです。これすごいほら。ふーたくんハートありがとう。それ見したことあるくない？これは宮島焼きのカップの、これなんとか年の時？鹿年？鹿ってある年に時です。11時半になりました。めっちゃ見せたがる、そう見せたがるよ。宮島焼き、これ宮島焼き。かわいいね、かわいいよねこれ。何？なんかのさ時よねこれ。正月とかの時これ。こちらは見て、でかい。しもしも。北ペップじゃただの小汚いスニーカーじゃないんですよ。ほら見て、カープのスニーカー、こちらすごいね、お母さん大事にしている。一回ねこれね、靴紐がほどけてね、カープ見に行ったんですよ、この靴を借りて。で靴紐がほどけたまま歩いてたらめっちゃ怒られました。靴ひも汚したいけど、そうそう、ひも汚れるけダメって。ちょっと長めなんですよこれ、スニーカーです。これもあるよ。あ、中見しちゃった。 14.5。 そしてこれ今日ね見せようと思っていたんですよ。この間発売された、見て、御朱印帳って読む、これ御朱印帳です。カープの、ん、聞こえん。御朱印帳ね、このあの船とか芸能とかにまつわる神社を巡っているらしい。これ何って朱印帳、そうそう、これ今なんかスタンプ、まだこれ押されてないけど違うやつに押しとんよね。ほらほら、御朱印帳すごいよこれ。中はこれはね、使っ大事にしてる。これも御朱印帳ってやん、木のやつね。木のやつ、箱立て、木のやつ。ご趣味集め趣味なんですか？はい、そうです。はい、そうです。だって。そうです。神頼み。すごいよ。あ、箱立て、これこれ。あの、箱立てのやつ？の箱立て？箱立て。ほらほら。あ、流行ってるんだ最近御朱印集めって。あ、しとるよ中にいっぱい。え、これすごいじゃん。ありがとうございます。え、すごい函館、わお。広げられても見せれんけん、どうしたらいい。ほら、これどこ、これ一個一個違う、行ったとこどういう、どうしたら、ほら見て、こうやったら見れる、
これ私の手じゃないからね。はい、ほら、どれ？船玉神社。これこれ、船の魂。船の船に魂って書いて船玉神社、うんうん、がね、北海道で一番古い。どれ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 、あ、これか、うん、見てください、これ多分ほんまに見てほしい、ちゃんと。え、もう再開したよ。船に魂って書いて船玉神社、これ見てください。これ日付、私の誕生日の日にね行ってるんですよ、8月6日。この船が安全にこう事故とか事件がないように、そうっていう神社ですね。昨日も無事出航できましたし、これのおかげもあるかもしれない。ほらすげえ、いやすごいでしょ、船玉ってか北海道だよこれ、船玉すくじゃん、そう北海道だって、そう高見南、8月6日、そうですね。誕生日の日に北海道行ってた、まあそういうことですね、お母さんがね。平成30年8月6日北海道最古義理義兄、あ、違う、吉南、吉常、ね、船の字独特、確かに昔の字なんかな、船に。そうそう、今度お守りもあるから見せるね。髪崩れてきた、最悪ピーポー。わらた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 ピーポー。5時じゃないと思う、これ5時じゃなくて普通に昔の字の多分船だと思うよ。そうそうそう、何これは。やだ、プチャック。これはいつ、その8月、今日ちょっと幼く見える。いや、あのね、幼い頃の写真あります、みんなが幼い幼いっていうので。今日の幼い頃の写真、私の幼い頃の写真あります。8月6日のね写真あるよ、これ誕生日の時かな、これ。これ見せたくないんだけど、秘蔵写真、秘蔵映像見て、これ見て、短い髪見て、あはは、これ誕生日ですね、服着てるよちゃんと。ケーキがねある、どっちでしょう、なんちゃうこれ、何歳、2003年でしょ。ねえ、そうそう、でこれがおじいちゃん、ちょっとかおじいちゃん顔バレするか、ちょっともう死んだから、そっか、一瞬見せね、これおじいちゃん、おじいちゃん、船船乗りだったおじいちゃんです。これこれ手持ってるのお母さんね。チェキ、チェキなの今風に、まあ、チェキだねこれは。ホラロイド、え、ホラロイド、ホラロイド、ホラロイド、そう、サイン書いてあれするやつだね、今当たるやつホラロイドって言うん、へえ、うん、これあの制服着てます、これ。おじいちゃん船、そうです、あのクレの海上自衛隊、あ、うん、ポラロイド、うん、
ですよ。おじいちゃんももったけ取りに行きよったみたいじゃん。え？もったけ。あ、なんか素材がすごい。これおじいちゃんが取りに行っとった。もつたけ。まつたけ？まつたけがあるね、とじまに。まつたけ。まつたけだって。すごいよ、なんか湧いとる？うん、松茸だって。そう、これだから昨日ね、あの収益式かな、これではないけど、まあそういう感じで来ました。明日も着るんじゃないかな。また写真撮ってくる。うん、ノブラットマーク群馬さん、タコありがとうございます。海も山も極めてたってこと？そうだって。なんか犬飼っとったよね、猟犬。あのバーンの方の狩りの方の名前はコロ？え？うん、猟犬の犬を飼ってました。あのそのさ、そうそう、キジのあるよね、漂白、漂白よね、剥製。江田島の実家にキジの剥製がありました。ずっとあったんよ、畳の部屋に。あれ本物だったんよ。そう、剥、そうそうそう、片方のちん？のんちゃんじゃないよ。そう、おじいさんが仕留めたやつよね。そう、おじいちゃんが仕留めたあの記事がありました、宇多島の実家にね。そうそう、ちょっとすごいことになってる今。御朱印こんなんでいい？御朱印帳がなんかソファーにバーンってなったっけ、大丈夫？アコーディオンみたいになった。うん、タレゾウさん、ハートありがとうございます。御朱印帳、神魂は何？違う、神魂ってあったじゃん今。島で、うん、これ伊勢神宮、伊勢神宮、うん、あ、芸能の、うん、さらいどれ？あ、これ伊勢神宮、伊勢神宮です、これ違うよね。あ、あ、これか、これ、これ伊勢神宮、下空内空、これです。見えるかな、香川はだって。探すの、これ中から。ナッチ、なんて書いてるか分からん、うん、いや、違う、これ愛媛、これが愛媛、なんだっけ、
大山神社。大山積、うん、知っとる、うん、愛媛の大山積神社、今治のって、うん、知っとる。大山積って、うん、大山積ってあの七宝っていうの歌詞なかったっけ。そう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 、あ、吉備津知っとるよ。吉備津、岡山の方いますよね、多分たくさん今見てるの。神田は？神田は宇治の。あ、怒りの。そう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 。怒りのあるよ。うんうん、宇治なってじゃあシティ40とかに近いじゃん。そうそうそう、神田神社知ってる知ってる、うん。神田神社、初詣に吉備津行きました。へえ。コンピラ。あ、コンピラさん、うんうん、あ、コンピラさんのとこです、うん、コンピラ、あ、待って、コンピラコンピラコンピラ、うん、コンピラは、うん、わわわ、コンピラ、今日公園行った、ありがとうございます、また来てください。ほのたの歌声が一番好き、ありがとうございます。かわいい、そう、今日これ廿日市天満宮、うん、だって廿日市お天気で行ったことあるよね、うんうん、あります。これ駅の裏の広島駅の裏の鶴羽神社、広島駅の裏、うん、行ったとこ、うんうん、鶴見てごらん、うん、鶴になってる、鶴になってる、鶴羽神社、神社、うん、広島駅のね、裏のこれ3月2日とかって北口のちっちゃいとこ、うん、結構結婚式しようよ、鶴になってるんですよ、この鶴が、達筆よ、だってみんな、え、羽もある、すごい可愛いですやん、可愛いね、可愛い、ではキビツ神社またある、つーぽ姫、つーぽ姫神社、にほ姫、にほ姫、にほ姫ってどこだっけ、にほ、にほ姫、はぎりぶどう、みたき、あ、みたき、みたき、みたき、御嶽はあれ、御嶽で式ってあげれるんでしょ、うん、そういうなんかあった、うん、外国の人の方が見たら喜びそう、うんうんうん、そう、確かに、うん、そうかもしれん、御嶽です、うん、毘沙門、あー、毘沙門、毘沙門こっちね、御嶽はあの和風な式よね、あの和風のあれ着て、よく初詣とか行ったことあるよ、ちっちゃい頃、新井選手になったじゃん、えちっちゃい時、ああそうそう、御嶽に行かないんだ、されてないかもしれない、あの小さい頃その御嶽でに初詣に行った時に新井選手に会いました、そう、偶然偶然偶然、
充電ないんか。そう、すごい素敵なとこです。少年の自然の家が、うん、あるあるあるとこです。うん、そうそう、行ってました、行ってました。あ、もうあとおよそ10分です。早いですね。今日はね、この板島の沖見町のいちご大きいよ。10分。いちご、いや、ほんとたくさんあるんですよ。ご褒美いちご、ご褒美いちごよ。何個目かな、たくさん。大粒ですし、中も赤いよ、噛んだ中も。あ、6個目ですか。ありがとうございます、数えてくれて。うん、うん、ということで、戦場劇場2日目ありがとうございました。沖道を釣りに行ったことあるって。だって釣り、釣りだって。岩国が見えるそうです。うん、ありがとうございました。もっと船乗りたいね、乗ってください。なんかもう楽屋とかもね、最初はすごい綺麗で、まあ今も綺麗なんだけど、何、自分たちの船のね、自分たちの楽屋っていう風に思わなかったんですけど、どんどんなんか愛着湧いてきて、うん、最近毎日船にいるか、明日も船ですから。はい、よろしくお願いします。そう、船に来てください。ヨロピコね、船にでも住めるんじゃない、船でも酔っちゃいますからね。ぜひシティ48 Go Go リトルシーバーズ公園見に来てください。充電やばいかな、ね、ランキング読みます、13位マジジさん、12位ヨシユさん、11位コロコロさん、10位ブヤッキー TD さん、9位アキサタさん、8位北のアライグマママさん、7位ウータ好きいいいいびっくりマーク、6位お金持ちくんさん、5位修造さん、お、ランキング変わりましたね、吉尾さん、13位吉尾さん、12位コロコロさん、11位秋里さん、10位北のアライグマさん、9位ブヤッキーさん、ヘスターアットマーク、今日のほのたかわいい、あ、いつもか、ありがとうございます。7位修造さん、6位ウータ好き、5位お金持ちくんさん、4位のぼるアットマークぐんまさん、3位モンタロリコン DD さん、2位たきゅん僕は矢野さんに使えます、使えます。そして今日の1位はゆずぽんさんです。ありがとうございます。ゆずぽんさん、ありがとうございます。スペシャルゲストもゆずぽんさんの真っ赤なハートにホームラン、ありがとうございます。ゆずぽん様、ありがとう。ゆずぽんさん、ありがとうございます。ドクシ、あと10分しかない、パチパチパチ、ありがとう。タイム、
ないもん。あれがないけどできん。ん？はい。そう、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。髪がバサバサ。得した。日曜日公演来ます。お、楽しみ。こうしてこう。いつかストライクしてもらう。してください。見て。パルトが21歳になる。なる。パルトが21歳。もうちょっとで。パルト。生誕楽しみです。パルトの生誕にそう出れるんですよ。そうそうそう、見てくださいね。パルトおめでとう言います、言います。はい、ありがとう。ないよ。ありが。出航ありがとうございます。船はまっすぐ進むよ。彼方の水平線。さあ未来を。探しに行こうか。ララ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 ラ。早く矢野さんの恵みの人が聞きたいですか？じゃあ船に来てください。めえ。恵み、よろしく。じゃあちょっと最後、そうだね。最後らへんに来た人はちょっと全身見せてないって。見せます。はい。見てないね。あ、白飛びしとる。出荷バイバイ。12時になるのでバイバイ。終わりまーす。メール送ります。明日3、2、1